意味わからんのだけど。皆さんこんにちは、アニマルランドへようこそ。ひらりです。ダディです。いつからグループチャンネル寒いですね。グループチャンネルっぽくやる。よ、ね、ようこそパパ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 とか言って、はい、YouTube やばいやばい、間違えられない。せーの、はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドへようこそ。今適当に言ったおい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 って言ったよダディです。はい、ということで、はい、ということってどういうことよちょっとなんかよくわからんコントみたいな感じ始めましたけども、つまんな、はい、はい、まあもう冬ですね。冬ですね、寒くなりますね。寒いですね、うん、すでに今平井裏着も着てるんですけども、はい、今日はそんな冬のシーズンにぴったり新しいジャージをゲットしました。はい、ワンワンワン。はい、ということで、これ今回はね、それを紹介していきたいと思います。イエーイ。イエーイが多いな、うん、多いな。騒がしいチャンネルやな。はい、はい、ということで、紹介していきたいと思います。はい、ちょっとね、サイズが、はい、なんか全部 M で、どれがどれかわかんないんですけど、はい、全部 M です。はい、なんでヒラリも同じサイズなの。ラディも M。 なんでヒラリはぴったり着たいからね。あ、ヒラはちょっとね、あのお胸があるので、うん、ちょっと大きめを買って、その辺でちょっとね、違うんだよね。同じになっちゃいました、うん、はい、ということで今回ゲットしたのがこうウィンドブレーカーをゲットしたんですよね、うん、で、この長袖のウィンドブレーカーと、なんとこのベストのウィンドブレーカーもゲットしまして、ね、ジレです。ジレっていうの、ね、はい、うん、ということで、そちら両方とも紹介していきたいんですけど、まずは長袖かな。いや、ジレじゃないですか。え、季節感っていうか、だんだんみたいな。あ、そういうこと。じゃあまずベストでいきましょう。はい、なんか打ち合わせがちゃんとできてない感じがね。いや、いいんですよせーの、じゃん。こっちこっちなんで、はい、これね、はい、こっちが表なのかな。こっちが、あ、けどね、うん、こっちが表、こっちが表でしょ。こっちが表だね。で、裏の方にこう、インバイクって書いてあります。はい、インバイクのジレになります。はい、はい、ということで、これなんかこの感じからちょっとスモーキーな感じがして可愛いんですけども、開けてみましょう。スモーキー、開けましょう。開けますよ。すごい、遅いな。せーの、じゃん。はい、来ました。すごい、シャカシャカ。おー、シャカシャカですね。めちゃ薄い。まあね、シャカシャカだよね。いや、そうでしょ、うん、ウィンドブレーカー可愛いんだけど、色その色も可愛いね、うん、てかさ、同じサイズだったら別に、うん、そうそうそう、借りたいできるのか。交代してもね、全然いけるよね。可愛いんだけど、この色すごい、わかる。ベストで、またね、こう見て、もう開けた瞬間から凝ってる、うん、この、あ、すごい、脇と脇がね、メッシュになってんですよ。そう、だから、まあすんごい冬になったらあれかもしれないですけど、あの、冬入り目ぐらいとかだったらもうこれで、うん、でね、背中も暑くなってきたらここからね、そうだね、風入ってきて出てくれるっていうかね、暑いのが。背中もここがこうメッシュになってるんですね。背中もこういう風にメッシュになってる。すごい、ここもね、これなんだろう、これ、あ、こう開いてんだよね、こう上もね。というのは、これはあのよくあのよくあるね、うん、ジャージとかで、私のバスケの時のジャージもウィンドブレーカーもここが開いてて、ここから風が入ってくるようになってたんだけど、風が出てくんじゃないのこれ。あ、出てくのかな、うん、ね。いいね、ちょっと早速着てみる、うん、着てみよう、着てみよう。これほら、ポケットがね、これ両側に2つ、真ん中はね、これメッシュだからないよね、そう、ここね。おー、ちょっと開けてみましょうかね。かわいい、こうやって開けたらメッシュとかがどこか分かりやすいわ。あ、ほんとだ、白いので着てみます。ほんとだ、ほんとだ、白い。なんかこんなに色違うのね。こんなね、こっち側だとこう ね、めっちゃ茶色なの、茶色なのに、こっち行くと白いんだね。あ、かわいくね。お、あ、いいですね。
お、いいっすね。あ、かわいい。いいっすね。いい感じ。かわいい。これ白に回し。おお、これ着るだけでなんとなくちょっとあったかい。ちょっとね。ねえ、あったかい。これだけであったかいんだ結構。割と意外とこう何、ちょっと漕ぎまくる冬でもいけるかもしれない。ねえ、うん、これいけるかもね。結構あったかいよ。うん、これこんな薄いのに。うん、こんな薄いのにね。こことかも結構この何。これは驚いた。女の子がこんな風なことすんなってるんだけど、こうぴったし。おお、割といい。うん、すごいいいんだけど、こうなんかちゃんと首のところまであるのに。おお、これ、あったかっ、マジで。うん、あったかいね、本当に。あったかいんだけど。いや、こういうのってね、ジレとかってこうそんなあったかくないのかなとか言って思ってたけど、正直なんかちょっと気休めじゃないけどさ、ね、うん、かなと思ったけど、あったかいね。だからもうこの辺がなんかちょっと、うん、ね、ちょ言い過ぎかもしれないけど、ちょなんか軽快色してる気分。あー、はいはいはい、あったかい、本当に。へ、うん、これもうすぐ来た瞬間からあったかいんだね。びっくりしたな。めちゃくちゃいい。はい、一周回りますか。うん、せーの。なんで逆向きなの、うん、では続いて、はい、長袖のウィンドブレーカーの方も、はい、紹介していきたいと思います。着たままでいい？あ、じゃあまず脱ぎますかね。脱ぎますか。ちょっと小さくするのもめっちゃこう、めっちゃ小さく、あ、そうだよね、うん、こうぐちゃぐちゃぐちゃってやっても、おお、うん、そうだよね、これしまっといた時に、ポッケとかに入るから、そうそうそう、ポッケにするって入るよね。あ、けどこれ、ね、値札は取った方がいいかもね。そうだね、値札取らないと、うん、畳みづらいよね。最後のところもね、こういう風にこういう感じで作られてるんですよ、こうカバーできるようになって。ほんとね、だいたいこんな感じでささっときっと畳んじゃうと思います。こういう感じでね、でくる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 みたいな。おお、あ、かなり小さくなる。ここまで小さくなります。はい、ね、もうこれで、まあけどまあ細長くするのがいいかな、こういうところに入れるときは。もう余裕だよね。余裕、余裕、余裕、全然余裕で入っちゃいます。うん、おお、いいね。いいね。おお、いい感じ。お、入れてますか。はい、おお、あ、小さくなってますね。なんか僕より小さくなってるな、僕がやってる。はい、じゃあ次行こうか。はい、うん、続いては、うん、長袖のウィンドブレーカーです。はい、じゃん、こんな感じね。はい、かわいいピスタチオカラーみたいな。あー、ピスタチオカラーね、うん、わかる、ねえ、わかんないです。2年くらい前にちょっと流行ったピスタチオカラーっていう。ピスタチオです。あるけど、ね、私はね、同じ色だね、はい、同じ色を買いました。はい、いきますよ。じゃーん、おー、うん、お、はい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 、これもここに脇のところにメッシュ、で、背中にメッシュがついてますね。基本的に同じで長袖なんだね。ね、作りはだいたい一緒な感じになってる。ちょっと私はタグを外してしまいます。あ、僕ももう先に外そうかな。よいしょ、外しました。ね、これ何が書いてあるんだろう。ニーハオマーって書いてありますね。絶対ないでしょ。あ、ない。で、さっきと同じようにここもこうパカッて背中首の下なってますね。あれ、どっか落としちゃった。え、安全ピンみたいな。あ、ここ。ああ、よかったよかった。ね、安全ピン落としたら危ないですからね。ちゃんと止めとかないと。ね、早速、白井は着たいと思います。お、はいはいはい。着てみてください。おお、ぴったし。おお、すごい、あったかい、すでに。じゃあ僕もね、着ていきますよ。おお、太ったからさ、お腹とかいろいろ心配だったけど、割と、うわ、めっちゃあったかい、超いいんだけど。もう この時点、前止める前からあったかいね。
おお。かわいい。このロゴもかわいいし、ちょっと。おお。いいね。いいっすね。え、これめっちゃあったかいな。すごいあったかい。こんな感じなんだ。扇風機当ててみようよ。扇風機当ててみよう。扇風機当ててみる。アレクサ、扇風機つけて。はい。はい。おお。あ、すごい。おお。わかります？あー。違う。扇風機ついてるのわかりますじゃないよ。あ、でもすごいよ。うん。あ、風感じないね。風は全然感じない。これね、今僕ね、これ下はこう履いてないというか、こうショーツなんですけど、寒いんですけど、全然大丈夫。全然いいの。手が寒いもん、手が。手、あ、手出ちゃうのね。もうそれはないかもしれないけど。あ、めっちゃいい。あ、これいいね。ね、全然いけますね。あ、でも意外とここも風感じすぎずにいいかも、うん、ああ、そういうことね。寒くはない、ここは多分出てくようなんだろうね。ちょっと今日にしてみようか。お、あ、すごい、全然感じない。意味わからんのだけど。はい。いや、すごい。けど全然風当ててもいいね。いけるね。ちょっと消しましょうか。アレクサ、扇風機消して。すごいドヤ顔で言ってたけど。アレクサ、扇風機消して。すごいドヤ顔だったけど。はい。ね、一回かすりました。はい。いや、いいね。いいね。うん。いい感じ。あったかい。うん。こうなんかもちろんちょっとひんやりは、それはね、こう風が当たってるから、うん、ちょっとするけど、でもこう風が当たってる感じっていう感じは全然しない。ね、うんうん、これは結構いいっすね。すごい、こんな薄いのにそんな血変わるんだね。はい、はい、ということで気になるのはお値段とかなんですけども、はい、ね、うん、まず今着てるね、この長袖のものは、8000円だいたい。8000円、はい、だいたい8000円です。はいはい、はい、だいたいこうドルをこう日本円にしてるので、ちょっとあの小数点とかがあるんですけど、ね、そう、あの、かぶらないで55ドルなんだよね。いつもライブでも言ってるのにね、かぶってくるんですけど、はい、はい、ということで、アメリカドルでは55ドルで、日本円だとちょっと今の状態だと 8315.45 です。はい、1045って何？はい、で、そして、こちらのベストの方ですね。はい、ベストの方ですね。ベストの方はですね、少し袖がない分安くなりまして、はい、5291.65 円です。65ってなんだろうね。でもちょっとひらりこの同じ色を買ったんだけど、これチョコレートの色も可愛い。うん、いいよね。チョコレートとか言って、多分普通にブラウンなんだけど、うん、めっちゃチョコレート、チョコレートっぽいね。チョコレート、いちごチョコレート、はい、ホワイトチョコレートみたいな。それミントでしょ。ミントちょっとミントっぽい。あ、ミント入りのね、他にもこう青とかもあるので、うん、ちょっとぜひ。あ、これが青か。これ青かな。これ青ではないですよ、うん、青っていうかね、紺色があるんですよ。本当だ、紺ですね、うん、紺色、これグリーンか、うん、そうか、グリーンだな。紺色があるね。これグリーンなんだ、一応グリーンって書いてある。グリーンだよ。あ、そういうこと。見てわかるけど、グリーン。あ、グリーンなんだ。色のベージュなのかなと思ってた。これはコーヒー色っぽいわ。コーヒーって書いてある。で、これグリーン。グリーン。あー、私はピンクですね。グリーンなんだね、ピンク。はい、で、ブルーだね。コーヒーかわいいな。なんかこれ、こうやって重ねてもかわいいよ。あ、いいね。変かな。いや、全然変じゃないね、うん、結構いいと思う。なので、割とこうお手軽な、そうだ ね、お手軽な値段になってますね。高すぎずって感じの、うん、ですね、お値段で、これだけあったかくなるのね、はい、うん、いいと思うので、いいですね。ぜひ皆さん、このベスト、そしてこのウィンドブレーカー、ぜひぜひちょっとゲットしてほしいなと思います。インバイクっていうところの、はい、商品になりますので、ぜひね、概要欄にリンクとか貼ってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画ここで終わりたいと思います。シャカシャカめっちゃシャカシャカですね。
もうアフレコにはすごい不向きですけども。はい、ということで今日はここで動画を終わりたいと思います。この動画良かったな、面白かったな、これちょっと欲しいなって思った方、ぜひね、グッドマークお願いします。そしてチャンネル登録まだだよって方はぜひチャンネル登録もお願いします。ということで、ちょっとグループっぽく、グループっぽく、あるグループっぽく始まったから、はい、せーの、バイバーイ。合ってねえな。絶対グループチャンネルやめよう。はい、YouTube 皆さんこんにちは、アイヌワナでようこそ。なんでや、はい、こっち来てよ。なんでそんな、なんかすごいなんか距離あるじゃん。なんで後ろに始める、小顔効果始める、始めないの、始めようか。だって前行きすぎた、頭切れる、うん、ベスト片方がベスト着て、ひらりはそっち着る。そうだね。で、何がベスト着るかな。よし、これと同じ風にしよう。どっちかに寄らないとダメだよね。こっちに、あの、字を入れないと。こっちのスレスレまで一回行ってみて。髪なびいてないしな。いいよ、はい、はきたき。これオフショットのやつ買ってみて。はい。じゃあそんな感じで。はい。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。ああ、もう少し、もう少し。ああ。